Hey guys, it's Yuma. I'm curious guy and love traveling and cars.Currently, I'm on the road trip in the whole mainland Japan with this car, s u b a r R2D2, which I and my friends customized as a Star Wars R2D2.And this time, I'm gonna speak Japanese, so please turn on the subtitles. というわけで Yuma です。今回は日本語で喋るんでご安心ください。この R2D2 語で日本縦断の旅をしていますけど、今回は道の駅の駐車場で 出会った方の超かっこいいコペンを紹介するんで、いろいろ話伺っていきましょう。それでは Let's get started。はいというわけで今回紹介するのがこちらのコペンです。牛若丸さんがオーナーで、これからいろいろ話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 早速なんですが、こちらのコペンなんですけど、年式だったりそういった基本的なスペック。年式は2019年。2019年。はい。こちら GR コペンになるんですか。GR と思う方が多いんですけども、実はローブです。あ、そうなんですローブなんです。ローブなんです。すごいいろいろいじらの成形されてますんで、はいはい。今流行りの不治成形なんですけど。 これだけプチ成形超えてるような範囲ねこれを購入したきっかけはこれはですね、以前私がバイクに乗ってて、旅を続けてたんですけども、やはり雨の日とかね、風の日がありますから、どうしてももうちょっと楽したいなと思って、屋根がついてるものが欲しくなって、バイクだと屋根ついてないですからね。そうですねこちらに 決定しましたあれこれも屋根ついてないですけどこれも屋根ついてないですねでもちゃんと電動で動きますから開けたい時に開けて閉めたい時に閉める基本でもやっぱオープンな感じで走るんですかあの夏のうんと暑い時とか冬のうんと寒い日はあのクローズしますけどそれ以外はオープンですねいいですねこの清々しいドライブしながら景色を堪能する最高ですよこれでやっぱ各地を回られてるんですかそうですね いろんなところあのちょこちょこと行ってますんでなるほどこれを見かけた方にはですねぜひ声かけていただければなるほど牛若丸さんに声かけてくださいねそうですこんな感じでステッカーこれはあの自衛隊の航空自衛隊のある特殊チームのステッカーですへえ、かっこいいかっこいいですよねサムライブルーサムライブルー僕サッカーやってるんでサムライサッカーの方も連想しますすねサッカーも あとこちらはアディダスの3本ラインと言われているこれがアディダス特有のアディダス特有の青なんですねしかもこのブルーはここのフロントグリルをブルーに変えたので前のオーナーは黒だったんです黒が好きなんですけど私はちょっと差し色を入れてイメチェンを図ろうかなと思ってすごいブルーとこのブラックの感じで。 おしゃれな感じのデザインでさらにあのエレガントな感じな仕上がっております。いいっすねこの中央からラインがまた伸びてってこのグリルは初めて見ましたね。なかなかないですよねこのパターンはね。いいっすね正面から見たら顔がキリッとしてて。そこのレクサスの形っていうんですかね。それを真似て作ったエアロらしいですね。あそうなんですね。レクサス風のレクサス風の横を見ていくと。 結構大きめじゃないですか。17インチです。17インチはかってインチすごい、検平率もだいぶ薄い感じで。かなり薄いですから、腰にはくなないでするほど衝撃が伝わりやすい。女子がよくミニスカ、おしゃれと寒さどっち取るかって言ったら、おしゃれとってミニスカ履いたりするじゃないですか、そのイメージとちょっと近い感じですけ最初からこれついてましたから、ついてたんですよ。私も後からびっくりしたんですけど、やたらホイールが大きいなと思ったら、よく見たら十七インチだったと。 最初からついてるってありがたいですねありがたいですマーベリックのオイルですねあマーベリックってうんですねこれがメッキの部分とこの黒い部分と2色で傷ついちゃってますけどああまあ遠くから見たら目立たないんであんまり近くからはあすげえこのこういったところもカーボンのカバーがついてて前のオーナーが全部あそちらの部分ですね 車高調とかも言えますか。車高調もあの前はビルシュタインの足だったんですけど、今はブリッツに変わってます。ブリッツ<ー>、はい。もしかして WZR みたいな、ZTZR みたいな感じ。ZZR の方ですね。ああ、調整はできますね。へえ、結構下がってて重心が低い感じですね。2> す今2センチ下がってますね。おお<ー>。あとこれがあのセンター出しマフラーですね <laughs> で。通常コペンは両サイド。 右と左で出てるんですけどもこれはあの S6 を意識したおーなるほど出口もでかいですからすごい結構毛太いですねそうなんですよ90杯とかあるのかなそうですね九十ぐらいあるんですかねうるさくはないですねううんんなるほどこういった感じでこれはエスケレートのスポイラーであんまり派手なのは好きじゃないんでちょうどあなんとなく ついてるなっていう感じが確かにうまくマッチしてますねそうですよねこれリアバンパーも違うんですかこれも違いますねこのマフラー用の同じように出口がねうまく入っ、センター出しでセンター出しになるように合ってるような感じ合ってますよねでこういったところもディフューザー形状になってなってますねいいですねで最大積載量夢いっぱいですかなるほど好きですこういうセッターありがとうございますトラック野郎が昔 流行ってた時代ですね。必ずステッカーをつけて。こちらにもあの私の所属する宮ヶ瀬セコペンの会。はい。その中隊長をやってますので。なる中隊長。トレードマークのジョージ君とお猿のジョージくんと黄色い帽子のおじさんですね。今日はクリスマス仕様になってます。あ、そういうことが。 今日二十三日ですね。イブイブですね。イブイブは。今日のあのイボイボに捕らえてしまった。イブイブですから。サイドとかもこれ。そう。付いてるんですか。これも違いますね。あ、なるほど。はい。上から被せるような感じですか。そうですね。こういったところにちっちゃいダクトが付いてて、ちょっとじゃ車内の方もよろしいですか。彫ってますけど。わあ、これがコペンローブの車内でございます。 で、いろいろメーターがついてる、かっこいいブーストメーターとかーーメタがあっちですね、左の方にブーストメーターで水温計、オイルですね、イオン計。こういったシフトノブ周りに d スポーツのインパネがついてますね。 ところどころにカーボンの感じになってますね。入ってますね。すねあそこもあのステッカー入ってますから。あ、最大積載。<laughs> 美人だけ <laughs> <laughs> こ。こだわりが。<laughs> じゃあこれ座った人嬉しいす、ね、ですね美。美人と認められた,れた人が座れるという。なるほど。ほど <laughs> 僕はじゃあ乗れないな。<laughs> やろう。<laughs> <laughs> やろうはあんま乗せないです <laughs> <laughs> でこういった感じでシートの周りも。 えー、赤。赤ですね。桃のロゴが入って,て。うん、うん。やっぱスポーツカーっ,て言ったら赤入ってたら、ね。あ、一番いいですよね。見えてますね。見えてますね。ええー。いいですね。いいですね。やっぱ重心が低い。えー、エンジンルームご会長。こちらです。こちらでうお<ー>。ああ、えー、ば。だいぶ毒キノコが。 汚れちゃってますあさら買った時は綺麗だったんですけどねだいぶ緑の部分が変わっておきましたねあ、でもターボ車だからやっぱこういったのを変えるだけでちょっと馬力アップしますよねはい。そうですねあのやっぱり付けないよりは付けた方がいいと思いまですけどねこれもブローオフバルそうプッシュンプッシュンいますからねこれが最初から付いてましたからあぁ嬉しい かなりレーついてたんで、かなりお買い得ですかね。で、なんでしたっけ、このよく見る、僕も使ってるバッテリーなんですけど、名前が出てこない。これはカオスだ、カオス。パナソニックのカオス。一回バッテリー上がっちゃって、新たに買い替えたときに導入しましたね。 このコペンのバッテリーの搭載位置も結構こっち側に来て重量も考えられてるかもしれない。あの中が手入れれるところが結構ぎゅうぎゅうなんですね。だからいじくるの大変だと思います。なるほど。整備性も結構いじるってなったら重要ですもんね。そうですよね。で他にはさっき話したようにブリッツの車高調入ってますね。一番あの柔らかい設定にはしてます。あそここのダイヤルで変えれるんですか。減衰力。 そういうのあるとやっぱ楽しみが増えますね。でキャンバー調整もできたりとか。というそんな感じのコペンローブの牛若丸さんのエンジンルームでしたちなみに牛若丸さんが所属しているのがこちらです宮ヶ瀬港コペンの会というかわいいグループがありますので今会員人数がね55人ぐらいいますね。 <laughs> 基本、活動しているのは20人ぐらいです一番の隊長は黄色いセロに乗ってます<ー>、はい。その黄色いセロを見かけたら、宮ヶ瀬ココペンの会の会長の車ですので、フェラーリのエンブレムがついてます。す<げ> <laughs> また濃そうなキャラ、キャラ濃そうですね、いい人ですからね<ー>、はい、私は中隊長をしてますので、なるほどの黒いローブを見かけたら、声をかけてください。うんうん もしあのこういったコペンの見あがせ、コペンの会にも興味あるんでしたら検索してみてくださいね。そこからアポ取ったりつながりが広がるといいですね。そうですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、というわけで今回は牛若丸さんのコペンローブの愛車紹介でした。こんな感じで旅の道中でまた他の愛車紹介もあると思いますので興味がある方は。 チャンネル登録もよろしくお願いします。で牛若まわるさんのコペンを気に入った方、動画の高評価もあると嬉しいです。というわけでまた次回、次はどこから紹介しようか、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いしますね。今回もご視聴いただきありがとうございました。牛若まるさんもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあバイバーイ。<laughs> <laughs>